随分生は、中華人民共和国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ハン・ソウ。2017年、2019年世界選手権、優勝。2015年、2016年世界選手権に、2012年、2014、2016、2017、2019年、四大陸選手権優勝。2010年、2011年、 2012年と世界ジュニア選手権3連覇。2016年4大陸選手権2009、2010、ISU グランプリファイナル2009から2010シーズン、ジュニアグランプリシリーズに始まり、ジュニアグランプリファイナル、世界ジュニア選手権で優勝。このシーズンの国際大会では、すべての大会で、SPFS で共に1位の完全優勝を果たしている。 世界ジュニア選手権では、不完全ながらもスロー4回転サルコーを着氷した。2010から2011シーズン、ジュニアグランプリシリーズ2戦でメダルを獲得。シニアのグランプリシリーズに参戦し、中国杯で2位、スケートアメリカで3位となった。ジュニアグランプリファイナルの出場資格を持っていたが、辞退をし、シニアのグランプリファイナルに初出場して、銅メダルを獲得した。 2011から2012シーズン、昨シーズンに引き続きジュニア及びシニアグランプリシリーズの掛け持ち参戦となった。ジュニアグランプリシリーズで2002勝。シニアではスケートカナダ2位、中国杯5位で2年連続シニアのファイナル進出はならなかったが、ジュニアグランプリファイナルでは優勝した。4大陸選手権では201点余りのパーソナルベストで、 初出場初優勝を飾り、続く世界ジュニア選手権では3連覇を達成した。初出場となった世界選手権では予選を1位で通過、SP で6位につけ、FS に4回転スローサルコーと4回転ツイストを組み込んだが、リフトの失敗が響いて9位、総合9位となった。2012から2013シーズン。 国ン賞のためにグランプリシリーズを欠場。世界選手権で試合に復帰し12位。2013から2014シーズンよりコーチをーチー、洋浜と、超広志博に変更。スケートカナダでは2位。NHK 杯は、半層の発熱もあり、同じ中国の方ほど、超広志組に逆転を許し、グランプリファイナルへの進出を逃した。 国内選手権では2位でソチオリンピックの出場はならなかった。4大陸選手権では SPFS の両方でパーソナルベストを出し2位に30点差をつけ2度目の優勝。世界選手権では SP4 位と好発進だったが FS ではジャンプの失敗が相次ぎ6位に終わった。2014から2015シーズン4年ぶりに出場した。 グランプリファイナルでは銅メダルを獲得。4大陸選手権は出場した中国ペアの中で最下位の4位だった。地元中国で初開催の世界選手権では4大陸選手権にも出場した同じ顔ぶれの中国ペアの中で最上位の2位。世界選手権で初のメダルを獲得した。2015から2016シーズンスケートアメリカで グランプリシリーズ初優勝を飾った。中国杯では2位で、グランプリファイナルへの進出が決まったが、足首の怪我で出場を辞退した。4大陸選手権では、FS でスロー4回転サルコーを成功。3回転サルコーでの転倒はあったが3度目の優勝を果たした。世界選手権では、初の80点台をマークし首位に立った。 FS では、スロー4回転、サルコーの転倒もあり、順位を落とすも、2年連続で、銀メダルを獲得した。2016年5月上旬には、右足の外側側側靭帯の再建手術と、左足首アキレス腱付着部の手術を行った。その後、長いリハビリ生活を送ることとなったが、試合のリンクに戻れるかどうかは定かではなかった。 2016から2017シーズン、手術の影響で、グランプリシリーズや中国選手権の出場を辞退した。4大陸選手権で、シーズンデビューし、前回世界選手権優勝のカナダ組に10点以上の差をつけ、2連覇を果たした。世界選手権は、FS で3回転サルコーでの点倒はあったものの、SP と FS 両方で、 パーソナルベストを更新し、合計232.06点を挙げて、世界選手権で、初優勝を獲得した。2017から2018シーズン、グランプリシリーズの中国杯を制すると、NHK 杯は、当時の FS 歴代最高得点となる155.10点を、出して連勝したが、グランプリファイナルは、アリオナ・サフチェンコ、ブリュノ・マッソ組に敗れに、 ヨンチャンオリンピックは SP で82.39点を上げて、首位スタートを切ったが、FS は4回転ツイストリフトこそ決まったものの、ジャンプでのミス連発が響き、サフチェンコ、マッソ組に、僅差ながら再び破れ銀メダル。3月10日、連覇がかかっていた、世界選手権に向けての練習中に転倒。宇宙、足骨骨折と判明したため辞退することとなった。 ありがとうございます。